武さん、岸田総理になってからのこの変オミクロンが本格的に出てきて、まあ、はい、今政府対策いろいろやってるんですが、うん、見ててどうですか。早いですよね、だいぶ違いますよね、うん、これはもう好き嫌い抜きにしてね、うん、政府与党好き嫌い抜きにして、うん、だいぶ変わったなという感じがします。安倍さん、うん、菅さんと来て、うん、岸田さんはちょっと早手、まあ、先手先手打ってるかなという感じしますね、うんうん。ただやってる感じと、まあ、空港での検疫、今日の朝のニュースもやってましたけど、ちょっと雑かなっていうのがあるけど、なるほど。ただこうやって先手先手でやってくるっていうのは、今までなかった手法を取り入れてるのは、僕たちにとってはいいと思いますけどね。うん、あんまり褒めたくないですけど、褒めましょう、ここは。あれ専門は違うけど、お医者さんの和田さんが来てるんで、和田さんにも伺いたいんですが、どうですか、この政府の水際対策。そうですね、実はですね、たまたま私アメリカの、まあ、ジョンズ・ホプキンスっていう大学出て、はい、その後アメリカの CDC で研究されている木村盛雄さんと今最近、あれ YouTube チャンネルを2人で始めましてですね、で毎週お会いしてるんですけど、まあ、彼女に聞いたところ、まあ、2009年のインフルエンザの時はやっぱりひどかったらしいんだけども、水際対策っていうのはやっぱり意外に成功しないんですね、うん、だからやっぱりどうしても何らかの形ですり抜けが出てしまう、うん、っていうのはその株が出てくる前にもうすでに入ってる人とか必ずいるはずですので、うんうん、なのでそれよりも今回のやっぱコロナ全体について言えることっていうのは、うん、やっぱり要するに医者がちゃんと受けてくれないから、うん、他の国よりもはるかに重症者も感染者も少ないのに医療崩壊が起こっちゃってるってことなんですね、うん、でこれ大きな原因としてはその今 SARS だとかその辺と同じレベルの2類という感染症に指定されてるんですけど、うん、2類だとですねこれはもう保健所に届けて保健所が、まあ、医療機関を紹介するみたいなやり方を取らなくちゃいけないんですけど、インフルエンザと同じ5類にしたら普通に医療機関で受けないといけないんですよ、うん、で実際、まあ、コロナの例えば2020年中の死者って3500ぐらいしか出てないですし、だいたい今1年半以上かけて1万8000人ぐらいの死者なので、ほぼほぼ季節性インフルエンザと死者数って変わらないわけですね。だから5類対応でやっていれば少なくても医療は必ず受けられるような方向になるはずなんですよ、うんうん、でそのやっぱり医療が受けられない、例えば我々給料から毎月保険料払ってるのに、うん、医療が拒否する気になればできてしまうってことが一番大きな問題で、うん、やっぱり当たり前に治療が受けられたら、まあ、そこまでコロナっていうのは多分少なくともインフルエンザとの死者数を比べてのみる限りとか、うん、我々高齢者を普段見てるんですけども、うん、そういうのだと、まあ、毎年10万人ぐらい肺炎で死んでることを考えたら、うん、そんな怖い病気だとは思ってないんですね、うん、なるほど。で特に今回のオミクロン株ってまだ一人も死者出てないですからね。あ、そう言われてみればそうですね、はい、そうなんです。実際は風邪化してるだけなんですよ、うん、おそらくは、うん、だからその風邪のように弱毒性だけど感染力が強い、はい、っていうふうにやっぱりウイルスの進化の方向としてはそっちになった方がウイルスとしては生存がしやすいわけですね。ヤドムシを殺してしまうとやっぱりそのウイルスが耐えてしまいますから共倒れになっちゃうわけですね。そうなんですね、うんうん、だからウイルスが多分まともな方向に進化したんじゃないかと、はい、だとするとより普通の風邪に近づいたわけだから、はい、むしろその水際対策より医療体制の充実、はい、の方が重要なんじゃないかって私は見てますけど、はい、わかりました。